ふーちゃんはこの間病院で診察をしてもらって、歯が一本だけ他よりも長く伸びてしまっていて、このままだと不正交互になる可能性があるとお医者さんに言われました。なのでチモシーをたくさん食べさせてあげてくださいっていうことでした。皆さんが育てているチンチラちゃんたちは1日に何グラムチモシーを食べてくれてますか？僕これね、適正量が全然わからないんですよね。病院に行った後にいろいろ調べてみたんですけれども、チモシーを1日に食べる適正量っていうのが書いてなくて、ペレットとチモシーの食べる割合が書いてあったりとか、あとチモシーを牧草入れに入れる量はだいたい手で1つかみとか2つかみ分1日にあげてますとか、なんかねざっくりなんですよ。実際に1日にチモシーどのぐらい食べてるのかっていうのがわからないんですよね。まあもちろん食べ放題にしてる方も多いので、例えば食べ放題だと余計わからないんですよね。もちろん食べ放題にしておけばチンチラちゃんたちが自由に食べれるのですごくいいことだとは思うんですけど、僕が知りたいのはチモシーをどのぐらい食べてるかっていうのが知りたいんですよね。最初チモシーの分量を 20g 測って牧草入れに入れたんですけど、 20g 中プーちゃんが食べてくれたのは 7g だったんですね。深夜の1時から朝の9時まで、この時間は 20g じゃなくて僕 30g チモシーを入れておいたんですけど、 30g 入れてもやっぱり 7g ぐらいしか食べなかったんですよ。まあ、今おやつは一切あげていなくて、チモシーだけを食べてる状態なんですけれども、果たしてこの食べてる量っていうのは多いのか少ないのかっていうことが全くわからないんですよね。なので、プーちゃんが一応チモシー食べてはくれていると思うんですけど、以前水を多く飲んでると思っていただけで、実は飲む量が少なかったっていう経緯があったので、なるべくチモシーは多く食べてほしいんですよね。じゃないと歯が削れないので、不正交互になってしまう可能性があるので、どうしてもそれは避けたいんですよ。で、今回は、まあ、何パターンかそのチモシーを食べてくれる方法っていうのを調べました。いろんな方法があるんですけども、まずは一番簡単な方法から試してみたいと思います。固定式の牧草入れをこちら、2つ買ってきました。この牧草入れを1階と3階の部分に設置したいと思います。チンチラは牧草入れを1箇所に入れるんじゃなくて、複数箇所に入れることによって食べてくれる子もいるらしいんですよ。なので今回はそれを試してみたいと思います。もしこれがダメなら、まだ他にいろいろありますので、まあ、そちらの方を試してみたいと思います。今回はこれでやってみます。まず1階なんですけど、この部分に取り付けたいと思います。この一番奥ですね。はい、取り付けが終わりました。で、ここには 10g のチモシーを入れます。はい、これで 10g ですね。これを入れます。はい、これで1階の設置は OK ですね。次は3階なんですけど、ここにペレットを入れていて、ここなんですよね。ここにいつも食育牧草を入れてたんですけど、これもプーちゃん食べちゃうとお腹いっぱいになっちゃう可能性があるので取り外します。で、この部分に牧草入れを設置します。で、ここにも同じく 10g 牧草を入れておきます。今の設置した2箇所の他に、もともとメインでこちら牧草入れあるんですけど、ここには 40g 入れてます。プーちゃんは新鮮な雰囲気を感じながら食べてくれるんじゃないのかなと期待したいと思います。
あれから7時間が経ちました。僕最初これに 40g 入れたって言ってたんですけど、チモシー 30g でした。これ間違えてました。ただね、すごいよく食べてますね。結構減ってます。あと昨日設置した 10g の方なんですけど、これは食べたのかな、書き出してるのかな、ちょっとわからないんですけど、書き出してるってことはそれなりに食べてもくれてるとは思います。1階部分も結構書き出してるんですよね。ここも 10g 入れたんですけど、食べたような跡はありますね。どのぐらい食べたのか測ってみました。前日は7時間で 7g しか食べてなかったんですけど、今回は 30g 入れた場所では 12g 食べてました。で、上と下 10g ずつ入れてるところ合計 20g なんですけど、そこでは 2g しか食べてませんでした。ただトータルでは 14g 食べてくれてたので2倍ですね。これいいかもしれないですね。ただ7時間で 14g 食べてくれてるのは多いのかな、少ないのかな、ちょっとその辺がね、比較対象がないからわからないんですよね。皆さんのお家の子は7時間でどのぐらいチモシーの量食べてくれてますか？もし測ってる方でわかる方がいたらコメント欄で教えてください。